してほしいんだけど、角度は上からでいいんだけど、もっと近くていいと思う。今日中に投げキス、投げキス、投げキス、ありがとうございますと思う。まあ、ちょっと待ってね。ここの背景でチキ会やるの多分初めてです。やるそうかも。いや、初めてだ。きっと初めてです。チキさんに投げキスということで、おうち機会をやっていきたいと思います。本日の衣装は、今日はね、アップガニとみんなおうち機会があるんですけど、本日の衣装がショールームだと見えないパーカーでーす。私この体勢の方がいい。じゃあこっちで。でもこのパーカーは、あの NPP とアップティーさんのコラボ企画で、みんなメンバーがそれぞれ自分でデザインしたパーカーなんですけど、私はこちらのね、ゴールキーパーカーというものを作らせていただきました。こんな感じで本日はやっていこうと思います。広げてください。色かっこいい。そう、なんか本当はっていうか、白いパーカーをもらってたんですけど、母ちゃんがオートミールっていう色のパーカーを買ってくれました。どっちで。こっち。後から取った。後から。いや、分からん。違うわ。これ後から取ったのこっちだよね。こっちの方が可愛くない？これ最終。最終でしょ。だから近めで、こっち返せればいい。近めで、でも下まで映るとちょっと違う感じでございます。そう、この紐は母ちゃんがあのなんかやりました。ハートアレンジ。あれ、何、おとみーしょうさん、チケットゲットありがとうございます。オーマイガー、オートミールです。なんか名前がそこはかとなくちょっと似てるような気がします。 ありがとうございます。やったーそう、1月30日に3期ライブが、3期、本気の3期ちゃん、3期、本気のサンキちゃん、サンサンサキちゃんのライブがあるんですけど、チケットゲットしていただきありがとうございます。しまった、この名前で来るのか。あ、え、なんかありますか、お名前。ショウさんって大丈夫ですか。あ、オートミールのオトミーね違うそうじゃない、オートミールのオトミーショウさんショウさんって大丈夫ですか、名前は。チケットをね、アミタの大好きな落書きと愛のこもったサインを込めてお届けしたいと思うので、楽しみにしてください。あ、ショウさん、おとみ、おとみ仲間ありがとうございます。嬉しい。カジさんの配信見るために、カジさんもおとみ推しらしいです。知らんけどオートミールを食べようとしてた。今日なんかオートミールの配信するって言ってませんでした噂で聞きました。ということで、チケットもゲットしていただいて嬉しいさということで、チキ会やっていきたいと思います。ありがとうございます。まずはみーちゃん、ありがとうございます。ゴールピックゴールキーパーカーチキワイ、実はこのパーカーを一緒に来たみちゃんとチェキを取り取って夢があったんですが、機会がなさそうなので今回擬似的に実現させたいと考えました。僕もパーカーを着てチェキを取るので、2つ合わせたらいい感じになるみたいなやつ。あー、いいですね。2つ合わせたら、まあ、何にするかっていうと、まあ大体やっぱこう可愛い感じじゃないですか。
撮ってよ。いいの？ちゃんとパーカーもあのゴールキーパーも映るようにね。これをこっちで長めにつなげて長方形を作りましょう、2人で。よろしくお願いします。イエーイ。どうもこんばんは。ありがとうございます。オートミールにいくらです。長方形です。こうみんちゃんも、みんちゃんだからこっちかな。こうやってキュッ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 ってペンでこの部分だけキュッキュッキュッって書いて、二人で一緒に大きな長方形を作りましょう。正方形じゃないからね、長方形ですよ。あ、でもゴールキーパーちょっと隠れちゃったんだけど。あ、本当だ。こうの方がいいのか。こう、こうか。試行錯誤、初めての長方形です。なんか図形ってあるじゃないですか。図形、正方形、長方形、平行四辺形、台形。長方形が一番好きです。なんか長方形が一番でかいって感じするじゃん。正方形はなんか本当に正統派って感じなんですけど、長方形はねちょっとデカデカとこのなんていうんですか、デカデカとこの自分を表してる感じが、そう、長方形かわいいよね。好きです。からみんちゃんにはチェキが届いた後、あの自分のチェキの方にもつながるように長方形を書いてほしいなと思います。長方形は公式も簡単で、縦かける横とかじゃなかったっけ。私あの四角なんだっけ、なんか台形の求め方とかちょっとよくわかんないの大好きでした。底辺かける高さ割る2みたいなやつ、ちょっとかっこよくない。おしびさんに何やき、あとあのもうちょっとレベルが上がるとさ、あの円柱みたいな、こう柱の面積とか、ああいうのも好きでしたよ。忘れたけど、柱の面積はそこと、ここ、いや、しなきゃ底辺かける高さ割る2、絶対違うわ、絶対違うけど、なんかいい気がする。面積好き、エッサンに、わー、三角形、三角形だってということでできました。みんちゃんこんな感じになりました。あのこっち側に好きな色で四角の半分、四角の半分、長方形の半分を描いて、大きい長方形を共に作りましょう。ありがとうございます。まあいい感じ。上底かける下底、あ、なんだっけ、なんとか足す下底かける高さ割る2、なんかそんな気がする知らんけど、もう何も覚えてない。でも何も覚えてないけど、底辺かける高さ割る2だけはめっちゃ覚えてる。でもそれがもう何の公式だったかもちょっとよくわかんない。ありがとうございます。楽しみにしてください。届くの次、
すみさん出遅れてないです、ありがとうございます。こんばんは。ゴールキーパーカーはイラストアミタのイラストテイストが生きた感じのデザインでめっちゃいい。なんか受け止めた後に吐血しそうな気もするけど、しょぼん。チェキ届くのも3期ライブも楽しみにしてるね、ありがとうございます。そう、このゆるさが特徴です。あのボーカル、ボイストレーニングに行った時に先生から、あら、あみちゃんは絵が下手なのねって言われました。でもこれもね、味です、味、味、味が出てますよ、きっと。可愛いでしょ、だんだん可愛くなってくるでしょ。そう、だんだん可愛く見えてくると思うんですよ。こんばんは、どうもこんばんは。今回パーカーを作るときにどうしてもあのパーカーと何かをかけたくて、めっちゃ声でかかった、パーカー、パーカーと何かをかけたくて、めっちゃ語尾がパーパーで終わる、語尾がパーで終わる言葉をすごく探しました。なんだっけな、もう一個なんか候補があったんだけどね、忘れちゃった。なんとかパーカー、なんだっけな、グーチョキパーカー、いや違う、トイレット、あ、そう、トイレットペーパーカーもね思ったんですよ。そう、トイレットペーパーを書いて、トイレットペーパーカーも可愛いね。林家ペーパーカーくるくるパーカー、ラッパーカー、あー、でもね、結構長めだった気がする、何個か考えたんですけど、ウールチ、あ、ウーパールーパーが可愛くない？今思いついた。スーパーか、ブラックペッパーか、みんなすごい出てくるじゃん。ということで、すみさんありがとうございます。ドゥン。アミタのゴールキーパーか、ちょっとあの猫がね見切れてます、ここに猫ちゃんです。すみさんにこの全身でボールを、皆様の愛を受け止めたい、そのパーカーとともにアミタをお届けするので、ぜひぜひ楽しみにしてください。グーチョキパーで、グーチョキ、あ、すみさんおばんです、ありがとうございました、ダダダダ、楽しみにしててください。サンキライブ楽しみに、いや嬉しいです、本当にドキドキが止まらない、大好きが止まらない、ハッピーをたくさんお届けしたい、多幸感、今日か明日か明後日かまた333期の動画上がると思うので、ぜひ皆さん公式ツイッターもチェックしてみてください。次、マルルさんありがとうございます。こんばんは。今回の年末年始やレニーデンのライブやショールームをしてくれて、あなたのおかげでとても楽しい冬休みでした。特に短期間で6回も年越しをしたのは貴重な経験でした。また気が向いたらやってください。チェキはなんだかパーカー、なんかパーカーにちなんだポーズをお願いします。サンキュライブ楽しみにします。ありがとうございます。パーカーにちなんだポーズ、ちょっとフードとかかぶるか、よん、そう、最近気づいたんですよ、あのパーカーはフードをかぶるとあったかいっていうのと、上着はチャック閉めるとめっちゃあったかくなるっていうこと最近気づきました。じゃん。
拳銃どこで使うのか、ドキ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 、それもね注目ポイントです。ここにサイン書いた方が、テレテレテレ、何カイポーズありがとう、やった、何頭がウルトラマンみたいだって、ストレッチマン、ストレッチマン、ストレッチマン懐かしい、そうパーカーの黒板こんな感じです、じゃーん、いいですね、やっぱみんなもよかったらこれアレンジとかもしてみてください。いや私はできないけど私はできないけど、ということでアルミさんありがとうございます。ちょっとフードもかぶっちゃったりなんだりかんだりしちゃったりなんかしちゃったり、ぜひお届け楽しみにしててください。今日はチェキ会ではあるのですが、ただいまこのルームではサンキライブのチケットも販売するので、よかったら皆さん来ませんか、30日1月33期、本気のサンキちゃん、もう今年はね2がいっぱいな年っていうこと言ってますが、この日は3もいっぱいあります。もうこれは短期ライブに来るしかないということでお待ちしてます。次、ピアンさんありがとうございます。あみちゃんこんばんは、冬本番、ちょうどゴールキーパーか欲しかったか早速着てます。笑顔で全身で受け止める感お気に入りです。多忙でちょっと骨折したの辛いので、そんな自分も受け止めてくれる感じのパーカーお願いします。どこだろう、多忙、足か手かな。お大事にしてください。私は骨折はしたことはないですけど、やっぱ骨折してしまうとどうしてもね動けるあれが狭まってしまうと思うのですが、無理をせずに、無理をせずに、とりあえず無理はしないでください。直すのが一番です。どうしようか、受け止められる、足だって悲しいね、うん、もう入ってないんだよ、それ入ってない、なんで足はね、もうだってね毎日ね一歩踏み出すたびに使うのは足だもんね。大事にしてください、ぜひ。ちょっとでも私のチェキで元気になってくれたら嬉しいです。受け止める、オートミール、やっぱオートミール人気なんだ。私なんか母ちゃんがそうオートミール買ってくれてたんですけど、なんか何サイズが売り切れ、在庫がなくてっていうのを言ってて、あやっぱオートミール人気なんだって思いました。おすすめ食です。これは XL、 これが 2XL だって、切って、そうこのパーカーはね、ただいま買うことがゲットすることができますので、皆さんよかったら、なかなかこうパーカー、 T シャツとかもね
この前はなんだろう、クラウドファンディングとかで作ったりとかしましたけど、パーカーも本当に作れる機会なんてめったにない。初めてなんですよ。本当にね、貴重な機会なんで、皆さんにもよかったらゲットしてほしいな。オフホワイトと何が違うのか知りたい？ちょっと配信だとちょっと見にくいかもしれないんですけど、なんかあの、何ですかね、あの、例えるなら紙粘土にあの絵の具を足してこうこねてる最中にの色みたいな。あと例えるなら、あの牛乳にあのオレオを入れて、そのオレオがさ、ちょっと牛乳に浮くみたいな感じの色。多分人気だと思います、これは。かなり私の中では。あとなんだろう、例えるならあの再生紙みたいな。オートミールでいいじゃん。こうオートミールの色なの。私オートミールってさ、オートミールの色だって。でもあの、ただの色ではない。なんか混ざってるんですよ、何かが。わかるかな。なんかね、ただの色じゃないの、これは。本当に何かが混ざってます、ここには。この不思議な、なんていうんですかね、オートミールが混ざってるのかなって感じの色です。でも可愛いですよ。でもチェキで見ると白ですねあら不思議。チェキで見るとオフホワイトです。可愛い。でまだゲットできますよ。よかったらゲットしてください。貴重な機会です、本当に。でん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 。オレンジはないです。結構いろんな色が選べるのですが、ちょっとね、オレンジがなかったみたいで。でも白があるので、まあ、結構染めたりとかもできる。京都でさ、なんとか染めやってる人いた気がする。私行ってないけどなんとか染めってあった気がする。なんかね、布染めてね、塗って帰ってきてる人がいた気がするんだよね。覚えてないけどうろ覚えか、私のない記憶かわからないが。ということで、皆さんありがとうございました。元気が出るような2枚だと思いますさらにね、元気が、パワーが出るようなメッセージを書いてお届けするので、楽しみにしててください。お大事にしてください。ありがとうございます。わかりですか、本当ですか。やった。西京染め、わかんない、なんかでもそんな感じ。なんとか染め、なんとか染め、書き染め、あ、あい、そうだっけ。ありがとう、あ、いたしまして。次、ごっちゃんありがとうございます。こんばんは。宗教上の理由でパーカー買うことはできませんが、パーカー団長は神なので、チェキで買った気分になると信じております。フードをかぶったかっこかわいい感じでよろしくお願いします。任せてください。髪の毛が入れる、大丈夫。かっこよくない。あいさ、星ちゃんありがとうございます。星ちゃん、みきちゃん、ワンダーラン、よいしょ。
友禅染め、なんかそんな名前だ。絶対それ、絶対それだ。知らんけど。それだよ。そしてそれを私は友禅染めだと思う。なんか聞いたことあるもん。多分。いや、合ってるかな。例えば微妙ですが、アップで見れたのでわからない。おかしいな。結構的確だったと思ったんだけどな。ほら、友禅染めだって、イエーイ。あっ、イエーイ。じゃあもうそれだ、絶対。あの、修学旅行かなんかで京都で友禅染めしてたらしいですよ。ハートかわいい、母ちゃんがつけました。アレンジです。オレンジ。西京焼きはなんだろう。最強焼き。最強焼きってめっちゃ強いね。ということで、まっちゃんありがとうございます。フード姿が決まっているのではないでしょうか。勘でしょうか。どうでしょうか。ぜひ田中楽しみにしててください。ショルーム、ショルーム見てるかな。ショルーム見てないかな。でもきっとこの気持ち伝わってると信じてる、私のマイハート。そして再スタート、ここから始まる新たな物語。ラップにハマってます。はい、次ヒロさんありがとうございます。寒い日が続くけど、ステージの滑り具合に気をつけて頑張ってください。バキューン、バキューン、ズキューンのキューン、バキューン。寒くないですよ。寒いと思ったら、寒いと思ったら試合終了。そう、寒い日ってさ、寒いやん。でもさ、一回考えるの、立ち止まって温めてよ。そう、一回立ち止まって、いや、これ本当に寒いのか、これは実はなんか私の思い込みなんじゃないか、そう思って立ち止まると震えが止まる時があるんですよ。みんなもやってみよう。なんだっけ、バッキューにしようか。いっぱい滑ってね、滑るって、ツルツル、ツル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 、スライディングってこと。それともあの、なんだろう、ギャグ的なあのボケと、ボケとツッコミの滑りってことかな。終了しちゃったんだろう。ということで、ひろさん出ました。デレレーン、デレレーン、デレレーン、ありがとうございます。バキューン、バキューンとバキューンポーズのチェキでございます。今年もたくさん打ち抜いていきたいと思うので、よろしくお願いします。次、レイさんありがとうございます。こんにちは、みちゃん。今回はパーカーということで、着ているパーカーのポイントがあれば教えてください。ポーズですが、誕生日が近いのでおめでとうという感じでお願いします。それでは詐欺ライブの成功を祈ってます。おめでとうございます。
愛いですおめでとうという感じでお願いしますということで、じゃあケーキを持ちたいと思います。おめでとうございます、てるさん。じゃーん、ケーキです。イエイ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 、生まれしこの世に、生まれしこの世に、生まれし生まれし、ベルさん、セイテルさん、おめでとうございます。出来たてのポップコーンはいかが？いいね。1月、わかんない、でも近いだからもしかしたら2月かもしれない。でも私は1月だと思う。今日が21だから、だいたいね、今日がだいたい21だから、今日が22だって、22だから、多分20、6じゃないかな、26だと思います。違ったらごめんおめでたい、誕生日に届くといいな。最近ミガキ様は聞いてないと思ったら冬だからか。大好き大好き大好き。ということでデルさんありがとうございます、アンドおめでとうございます。いい感じにケーキが映っております。よりベルさんのお誕生日が、私のチェキが届いて、ちょっとでもね、さらにハッピーになったら嬉しいだと思います。ちょっとパーカーのアピールポイントも共にお書きしてお届けしたいと思うので、楽しみにしてください。ありがとうございます。3学期なの、確かに3学期か。夏メグは、でもなんか夏メグは夏メグだけど、なんか割とあれだって、ライブの定番曲というか、みんなで一緒にワイ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 みたいなイメージがあって、結構ナツメグはそうですね、最近でもやることが多くあったりなんだりかんだりしています。いい曲です。次、ブルスリーさんありがとうございます、こんばんは。かっこよくパーカー女子でお願いします。かっこよくパーカー女子、あんた2022年はついにかわいく、そしてかっこよく、流行りの最先端のパーカー女子になりたいと思います。あ、入った。どうですか？そんなことないですよ。ね、みたくん今日も元気ですよ。みたくんは開始15分前まで寝てましたからね。めちゃめちゃ元気ですよ。OK でーす。
くらいいるんだろう。あんまり自分以外にパーカーを着てる人を見かけないような気がするんです。パーカーはいいですよ。あの組み合わせを選ばなくていいんですよ。服のこれにズボンを履けば完成。なおかつフードがついているので、あの突然の雷雨もうあれですよ、あのフードシュッてかぶったら解決。めちゃめちゃいいですよ。涙がついてくるんだよ。いやー危ない。みんたくんが、いや私も結構クールな表情をしてますよ。ちょっとなんかふんふんみたいな表情してます。いい感じに、いい感じに、ほらかっこいいでしょ。これがパーカー女子です。キラーン。みんたくんも、みんたくんも割といい感じに写ってます。ということで届くの楽しみにしてください。ありがとうございます。はい、せーの、うれしいな。かっこいい、ありがとうございます。かっこいい、なんだっけ、あ、ワイルドだろう。ありがとうございます。次、あゆさん、ありがとうございます。こんばんは。サンキューライブ行けたらいいな。ゴルキーパーカー気になったけど、気になったけどなかなか手は出せず、リクエストは思いついたやつかファイト的なやつで OK です。ゴルキーパーカーぜひゲットしませんか。これをおすすめ、推しポイントはこの誰にでも、誰にでもおすすめのイラストでございます。この両手はあの皆様のこう思いをね受け止めたいという両手でございます。これは家族や友達だけじゃなくてね、そこら辺に通りすがってるもう全ての人に向けてのこういうねウェルカムっていうメッセージになっているので、ぜひねよかったら着てみてください。さあどうしようか、ファイトにしよう。ありがとうございます。撮りましたよ今。 Now Now and forever。 深いぞ。実はね、ただのなんかただの下手なイラストだと思ってませんか。これには深い意味があるんです。深い深い、だんだん可愛く見えてくるでしょう。いや嬉しいですよ本当に。パーカー、パーカー作れる機会って本当にねないですからね。個人パーカー初めてです。キーパーなら両手でキャッチしてほしいんですよね。あれサッカーってなんかハングしちゃいけないんじゃなかったっけ。あ、そうなんだ。キーパーはいいのか。あの、昔サッカー好きでしたよ。あの、サッカーの何がいいって、なんかもう、まずね、あの、走っ、そのボールとともに、走ってるだけでなんか自分もちょっと活躍してる感が出るんですよ。でその2はあのもう逆にボールから離れて、いやもうもうねもういいっすよそんなやってても、たまにこうボールが来る時があるのよ。その時にここにいる私がすげーってなるの。立ってだからサッカーって、そう私運動音痴なんですけど、なんか運動音痴に優しい運動だと思う。どっちもできる。そう、あのボールの周りをねこう反復横跳びみたいな感じでうろうろしてるだけでもなんか雰囲気出るから
なんかすごい今自分すごいサッカーやってる感じになるの。サッカー楽しいよね。そうだから一時期ねサッカー好きな時がありました。あいさんありがとうございます。あいたのファイト入ったポーズでございます。パーカー結構余白が多いのでたくさん落書きできると思います。楽しみにしててください。 Thank you。 お届けしちゃうよ、お届けしちゃうよ。走り出したとこにバスちゃう、ボール触れないので同じく。いやそうなの。でもそれでもなんか汗もかくし、あの終わった後になんか謎の爽快感、はあ、ちょっといい汗もかいてやってやりましたよっていうのがサッカー。サッカーのルールは手使っちゃいけないのと、あとはあのなんか12人みたいな感じじゃない、11人惜しい。サッカーってでも手使っちゃいけない、あとあれか体当たりしちゃいけないとか、割と結構あれだった気がする。あのボール触っ、ほらバスケはさこのボールをドリブルさせながら歩いちゃいけない、違う絶対違う、なんかボールを持ったまま3歩歩いちゃいけない、バスケあれじゃないです か、 なんかサッカーはそういうのなかった気がする。蹴るのと止めるのと手を使っちゃいけないだった気がする。次パーカーありがとうございます。こんばんは、見たパーカーといえば、見たアミドといえばパーカー、これほど適任なメンバーはいないってことでポチりました。最近ミンタ君不足なのでツーショットお願いします。イエーイ、ミンタ君仕事だよ、よかったね。最近もうミンタ君なんか使ってあんま使ってなさすぎて人気がないと思ってたんですよ。待ち伏せ禁止、え、そうなの、どこ待ち伏せ禁止、オフサイド、オフサイド、オフサイドがあるってことは多分アウトサイドもあるな。なんだろう、待ち伏せ禁止だから、分かった、同じ場所にずっと立ってたら退場みたいな感じじゃない。なんかおいしさ、かわいいでしょ。あ、分かった分かった、ゴール前で待ってちゃいけないんじゃない、そうでしょ、ゴール前に3秒以上経ったら反則みたいな、多分そんな感じ。アウトサイドにセンタリング、アウトサイド、ゴール前、ゴール前で待ってるのがいけないのにセンタリングする。あ、分かった、ゴールサイド、ゴールサイドゴール前で待ってる人をなんか追い払うみたいな、そういう人もいるんじゃない、センタリング、ゴールサイド、ゴールサイドゴール前にいる人を追い払う、多分そういうことができる人がいる感じ。ダメだ、どんどんアミタさんということで、カーカーありがとうございます。じゃーん、ミンタくん久々なんか心なしか顔色が良い気がします。あとでメッセージ書いて届けて、楽しみにしてください。おしさおしさおしさ、ありがとうございます。で次、最後キョウちゃんありがとうございます。アミトさんこんばんは。アミトさんのパーカーはゴールピックゴールキーパーカーということなので、私の愛もしっかりと受け止めてもらえますかね。かなり鋭く曲がる変化球なんですけど、ついでにこっそり何かタンプレでもくださいな。タンプレを、私結構自分で言うのもなんなんですけど、プレゼント選び得意な方だと思ってます。
アミカから果たして何がもらえるのか楽しみにしててください。ちょっと早いけどお誕生日おめでとうございます。いや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 い、うましいこの世に生まれしいこの世に生まれしい生まれしい今日ちゃんせい今日ちゃん。去年はアミちゃんのおばあちゃんいない。ゴール前にずっと居続けてたり、やっぱりね一回外したけど、まあ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 、なんかでも久しぶりにやっぱ運動したいなって思う時なきにしもあらずだよ。なんだろう、それこそさ動いたり歌ったり踊ったりはしてるけどさ、なんだろう、ドッジボールとかサッカーとかバレーボールとかなんかあんまもうあれなんですよ、積極的に動く機会がないんですよ。なんかなんだろう、それこそ仲いいメンバーとかと一緒になんかチーム戦みたいなやりたい。そう最近気づいてしまったんですよね、運動系私が動かない方がこれうまくいくんじゃないか。本当に運動音痴なの私、もう悲しいわ。信じて、キちゃん深いありがとうございます。ということでパーカーもできました、パーカーチリもできました。お誕生日のハッピーなメッセージをたくさん詰め込んで送らせていただくので楽しみにしててください。おめでとうございます。ということで終了、ありがとうございました。ガジェット届くの楽しみにしててください。そしてこのパーカーも現在販売中なので、もしよかったらねパーカー使い勝手が優秀のでぜひよかったらゲットしてください。ブルシュさんハートありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。ラブ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 。それで1月30日次の単独ライブですね、3期ライブがありますので、よかったらもうぜひぜひぜひお待ちしてます。ショールームでもチケット売ってるので、また配信でお時間ある時とか興味持ってくれたらね、ぜひゲットしてほしいなと思います。ぜひぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。ナム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 、みちゃんふっかありがとうございます。ふくふくふく、あーそうふくありがとうございます。なんだみんなすごく服いいですね、服服服服、マルさんもありがとうございます。色迷うけどオートミールどうですか。オートミールこんな感じですよ、可愛いです。でも迷った時は白にすれば友禅染めできるから、そう迷った時は白。感じですね。合わせやすいと思うよ、オートミール。合わせやすいってオートミールが。で母ちゃんが言ってるから多分大丈夫、間違いない。白もいいってね。白もいいって母ちゃんが言ってるから間違いない。白どこな？白だって。ところ外ヘギちゃん行けたらいいね、よしなってお待ちしてます。白もかわいいな、白かわいいでしょ。これが白です。ちなみにあでもやっぱ隣で見るとなんかこのきらめきが違うね。やっぱ白はなんか光沢というか
なんていうんですか、光ってる感じが。白とオートミールです。こんな感じ。オートミールの方がやっぱちょっと落ち着いて見えますね。なんか特に、なんかちょっと大人っぽく見えるかもしれない。確かに汚れも目立たなそう。私よくソース飛ばすんで、オートミールの方が結構落ち着いた感じに見えますね。という感じでございます。はい、皆さんよかったら参考にしてみてください。ということで今日のチェキ会配信以上になります。ありがとうございました。それではまたどこかでまた近いうちにお会いしましょう。バイバイ。あれにしよう、皆さん自分を信じてくださいおまんですよ。こまんです、ありがとうございます。ナム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 、信じて信じて、ありがとうございました。バイバーイ。